FC ミッドフィルダーラビア君、負傷4回で離脱期間が150日を突破。今夏カイセド、ラビアを取り逃しエンドを獲得したリバプール、チェルシーに移籍した2人だったが、ラビアの現在がこちら、今季だけで4度の怪我で、離脱期間は158日に到達。ラビア、リーグ1試合ちょろっと出ただけか？それでまだ怪我でいないって恐ろしいな。リース、フォファナ、エンクンク、ラビアはもはや幽霊部員だろ、カーニーも怪しい。フォファナ、RJ、ラビア、エンクンクが加入する来シーズンが待ち遠しすぎて泣けてくるな。あれ、この涙は一体？マジで話にならないほどのスペ、リースもラビアもフォファナも。ちなみに、昨日のカラバオカップ後エンクンクも再び負傷離脱で1ヶ月不在へ、エンクンクも今季4度目の負傷、今季だけですでに175日間離脱をしてる。今シーズンだけでもリース、ラビア、エンクンク、カーニー、バディアシルって怪我明け即 U ターン何回やってんねんって話なんだけど管理どうなってんの。チェルシーのメディカルゴミカスで草。メディカルに関してはリバポも人のこと言えんくて草。レジェンズ ZA、伝説のポケモンの名前はエンクンクとラビアらしいね。なおラビアとバディアシルは昨日2月27日に練習復帰と報道、チェルシーの快進撃がここから始まるかもしれない。ラビアがチェルシーに加入か練習復帰。急に帰ってくるラビア。ラビア、慎重にね。マジでラビア獲得資金を遠藤とフラーフェンベルフに分割して正解だったでしょ。どうせまたポチェにおもちゃにされて壊れるんだろ、見たくないよもう。キャプテンのリースゲームズさん永久に行方不明で草。